はい、ウクレレだるまです。本日はピックアップのご紹介をしたいと思います。クリングオンピックアップというね、今はヤマハさんが輸入代理店をしているんですけど、アメリカのブランドですね。製造は中国なんですけども、特徴としてはこれ写真載ってますけど、トップに貼る、まあマグコンタクトピックアップ、ピエゾピックアップなんですけども、磁石でできてるとおかしいな、磁石で貼り付けるっていう仕様のピックアップなんですね。でパッシブやけどボリュームもついてるという、ここにボリュームがついてます。非常に便利な。でアウトプットジャックに、これもなんかありがたいですね。いわゆる汎用性のあるミニのモノラルジャック、カチッと刺して、で、こっちはシールドが刺せるようになってます。一応、この強力なマグネットもついてて、これがくっつくという感じになります。で、これで挟み込むっていう感じですね。めっちゃ硬いな。で、このマグネット自体をこのガムでベストな位置に決めたら貼っといてくださいやというシステムなんですけども、なかなかベストな位置って決まらないし、他の楽器に使いたい時にこれ貼っちゃうともうね、剥がすの大変やし、ちょっと次のウクレレで使えへんくなるんで、個人的にはもう貼らないのがおすすめです。で、だいたい基本的には1弦側のブリッジの近くに貼るのがおすすめです。この辺かな。まあいろいろ試してみてください。ただこの辺だと手届かないと思うんで、あとブレーシングが、力器がどう入ってるかによって変わってきます。今から貼る方法やとね、まずこの磁石をサウンドホールの中から突っ込んで、だいたいこのサウンドホールのすぐ下にこう横に1本入ってると思うんで、そこを越えた状態にマグネット今手で支えてます。で今磁石で拾ってくれました。はい、くっついております。でこれで引っ張りながら動かしていけば、ブレーシングがない場合はそのまま進みますんでね。ここにブレーシングあるっぽいな。うん、ありました。お、超えた。頑張って超えてください。この辺がベストちゃうかなと思います。ほんで、では早速ちょっと音を出してみたいと思います。ここはね、ストラップピンがあれば、ストラップピンにこう引っ掛けてくれたら安定しますせという仕様のケーブルになってます。逆にないとちょっとブラーンってなって、これ動いちゃうんで、今ストラップピンついてないんですけど、ストラップピンはつけてください。つけないと正直しんどいです。今ボリュームマックスです。チューニングおかしいな。リバーブを完全にオフにしまして、イコライザーは全てフラットな状態、何も音程、音域いじらずに
平らな状態にしてます。結構肺がうるさいっていうのと、あとはこのボディに触れてる音も結構拾うんです。ボディが体に触れる、服に触れる音も拾っちゃう、繊細な感じですね。だからこそブリッジの近くの方がええんかな、できる限り。弦の振動だけを拾いたい。これだけちょっと動かしただけでも結構音変わりますよね。可能な限りできるだけいろいろ試していただければ。でやっぱり、パッシブのピエゾなのでどうしても高音が強いんですよね。だからちょっと高音はいわゆるイコライザープリアンプなどで下げてあげた方がいいと思います、ね、これぐらいの方がいいと思います。かなり振動も拾ってくれるんで面白いですけどね。ただ本当にここ触っちゃうと結構大音量が流れちゃうんで、こんな感じですね。ちょっと気をつけないとダメですけどね。今までのこの外側から貼り付けるタイプのピエゾピックアップっていうのは両面テープ、あれはガムみたいなので貼るしかなかったんですけども、これは磁石なので一回ちょっとボリューム下げます。今ボリューム0ですね。これもう普通に引っ張りは外れますん で中に入っている磁石を頑張って穴から取らないとダメですけど、取ってくれたらいいだけの話なんで。なんで本当に付け外し自由ですし、この1個あれば他のウクレレでも使えるしっていうので便利ですよね。あとはちょっとした音色の微調整は本当に場所によって全然変わるので、ピエゾピックアップはそんな感じでも個体によって微調整しやすいっていうメリットもあります。であとはなんせ穴開けなくていいっていうのが最大のメリットですよね。電池入りのアンダーサドルピックアップなんか絶対ここにサドルに穴を開けないとダメですし、サドルの下にピエゾピックアップというね、サドルとはまた違う詰め物をしないといけないので、生音は若干劣化しますし音落ちますんで、普段ほとんど使わへんのにっていう人なんかにはこういうのピックアップなんかだとね、普段は完全にもともとのウクレレの状態を維持できるので、その意味ではおすすめかなと思います。まあもちろんストラップピンはつけないとダメなんですけど、ストラップピンつけるここって中に結構分厚い木が入ってるんで、ここに1個ピンを打ったところで生音はもう全く変わらないと言っていいと思いますんで、ストラップピンはもう正直ガンガンつけましょうっていうのが私の意見ですね。まあもちろん傷つけたくないという気持ちは分かるんですけど、ストラップなくてボディ落として傷ついたらもっと悲しいでしょっていつも説明してるんですけどね、っていう形でございます。クリングオンのピックアップ、お値段は1万1000円という形ですね。
ハウリングにも強いって書いてますね。ナチュラルでバランスが取れた音、とっても早く簡単につく、楽器を改造しなくていいって書いてますね。うん、その通りでございます。で、ボリュームのコントロールもついてるんで、なかなかこのパッシブでボリュームのコントロールついてるピックアップって少ないので、それもいいですよね。これがあのボリュームがついてると、なんか、ね、ライブの時にもうちょっと音量上げたいなって時に、こっちでボリューム5ぐらいにしといて、もうちょっと上げたいなって時にこっちでちょっと上げたり、逆にちょっと下げたいなって時に下げたりできるんで、ボリュームついてるとすごい便利ですね。で、なんでこの辺がおすすめかっていうと、もちろん弾いてる時に当たりにくいっていうとこもあるんですけど、3弦2弦1弦とどんどん細くなっていきますよね。細い弦の方が基本的に振動って弱いので、できるだけ3弦より2弦の方が音拾いやすい、2弦より1弦の方が音拾いやすいという意味でこの辺に推奨してます。1弦側のブリッジの近く、ブリッジが一番このサドルが一番振動するので、まあ、サドルの近辺。ただサドルのすぐ下はサドルの補強のための板が張ってるので、そこの上に張らない方がいいかもですね。そこの上に張った方がいいかな、張れたらいいんですけど、中の力木のね具合を見ながらベストな位置を探ってほしいですね。こんなね小さい手鏡がある人は覗いてみたらいいと思うんですけどね。どこが、あ、こういう木が張ってあるし、この辺無理やなみたいなね、わかるんで、こういう手鏡がないと思うので、普通は手鏡ちゃうな、点検鏡って呼んでますけどね。その場合は指でねちょっと探ってみたり、先みたいに磁石ちょっと動かしてみて、あれ動かへんくなったってなったら、そこに多分木が挟まってるんで、ちょっとそれをどかしてもう一回貼ってみたりとかね、いう感じでいろいろ調整ができるかなと思います。本日は、クリングオンのピックアップ、ハリピエゾピックアップをご紹介させていただきました。それではまた。